はい、それでは学際科学科の地理空間コースの紹介をさせていただきます。総合文化研究科の修士1年、川崎俊也と申します。よろしくお願いします。まずは、自己紹介させていただきます。僕自身は、文化三類で入学をしまして、進学選択で学際科学科の地理空間コースへ入りました。今年の3月に卒業して、現在は、総合文化研究科の修士課程の1年生になります。自分の研究分野としましては、主に都市や交通分野に関心がありまして、卒論の題目は、地方都市における駅前再開発が中心市街地に与える影響。また、大学院ではですね、新幹線をはじめとする高速交通体系と都市との関係について、研究を行う予定です。後で述べますが、地理空間コースでは、テーマ設定がかなり広く認められておりますので、自分の興味関心に合った研究が行えることと考えられます。まず、大学の地理学について説明いたします。高校までの地理ですね。高校までの地理は、自然や人文を問わず、幅広い地理的な知識を学び、基礎を固めるものだと考えております。そして、大学からの地理学は、社会、自然、人間などと空間の関係を対象とする学問。具体的にはですね、地表面と関わりを持って現れる、様々な現象を、インタビューだったり、アンケート、統計調査、GIS、文献調査などといった、様々な手法を使って、研究するという場合が多いです。それでは、地理空間コースの概要について説明させていただきます。教養学部学際科学科というところの1コースとなっておりまして、駒場キャンパスになります。毎年人数は10名前後の小規模なコースとなっております。周りにはですね、地図や旅行、鉄道、街歩きなどが好きな人が多いという印象です。また、先ほども述べた通り、研究テーマ設定を広く認められておりまして、参考として昨年度の卒業論文題目を以下に示しましたが、ここからも分かるように、各々が興味関心にあった研究が可能であると言えるでしょう。続いて、地理空間コースの授業について説明します。地理空間コースでは、まず、講義形式の地史や系統地理学の授業、こちらに示したように、都市地理学であったり、人口論、またアジアの自然と社会などの講義、また、地理情報システム GIS の扱い方などを学ぶ、調査手法を学ぶ授業というのがあります。GIS はですね、こうした、統計資料を、視覚的にわかりやすく図に表現するための、ツールで、こちらは実際に自分が作った図で一例なんですが、世田谷区内のセブンイレブンの立地と、そのカーネル密度、どこにセブンイレブンが集中して立地しているかというのを、色を用いて表現した図になっております。これは、ArcGIS などの、専用なソフトを使って作成可能な図になります。こうした図は、卒業論文執筆などでも、役に立つ図になるので、こうしたことを学んでいきます。そして、最後に、準研に向けた授業というのがあります。準研というのは、フィールドワークといった方が、馴染みがある言い方かもしれませんが、地理空間コースの、名物授業となっております。各学期末にですね、3泊4日程度の野外実習が行われます。その実習に先立ちまして、学期中は毎週演習を行い、調査地に関する文献整理であったり、また現地での調査計画策定など、様々なことを先立って行いまして、実際に現地に行って、現地資料の調査であったり、現地の方へのインタビューなどを行ったりするという授業になっております。この調査結果は、レポートにまとめることになっておりまして、卒業論文の執筆に向けた基礎をですね、この準研で固めることができます。また、これら準研の様子なんですが、現地で工場見学をしたりですね、現地の方にヒアリングを行ったり、様々な体験ができます。で、以上が地理空間コースの説明となります。ありがとうございました。